ジョルジ・ジョルジェスクは、ルーマニアの指揮者。1887年、スリが生まれ、ブカレスト音楽院で、コンスタンティン・ディミトレスクにチェロ、ディミトリ・キリ役に、音楽理論、アルフォンソ・カスタルディに火星と、対位法を学ぶ。1911年に、音楽院を卒業後、ベルリンで、フーゴー・ベッカーにチェロを指示し、1912年から、アンリ・マルトーの見学指揮相談に加入して、 演奏活動を行うようになった。1916年に腕の故障でチェリストとしての活動を停止したが、リハルト・シュトラウスの口添えで1918年にアルトゥルニキシュに指揮法を指示し、その年のうちにベルリンフィルハーモニー還元楽団を指揮して指揮者に転身した。1920年にルーマニアに戻り、ブカレストフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に就任した。 第二次世界大戦中はドイツ側についたルーマニア国内でも演奏活動を行い1944年の政変でルーマニアが連合国側につくとナチスへの加担を疑われてブカレストフィルハーモニー管弦楽団の職を解任された1953年にナチスへの加担の容疑が晴れてからはブカレストフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者の座に 会議在家。1964年に、ブカレストにて死去。アーカイブされたコピー。2009年5月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年3月29日閲覧。ジョルジェネスクは、ジョルジェスクにかけられた権威に対して抗議していた。ありがとうございます。